はいどうも、ルフェです。お願いします。お前、季節間違ってんだろ、お前。違う風邪いた？違うバカは風邪ひかないから大丈夫。何どうしたの？いや、暑くなるじゃないですか。もうすでに暑いじゃないですか。いや、暑いから着るね、それ。違う、だからね、暑さに慣れるために着てるんですよ。何これやっちゃいけないだろ、これ。知らんぞ、まだ。これ、熱中症で倒れるやつ、先輩。昭和の野球部とかね、わざと厚着してとか、やってたらしいじゃないですか。いや、俺ら平和だから、平和じゃねえ平成だから分かんないよ、ね、そういうの見てちょっと僕もね、古き良き伝統と思いまして、くそあっちこれ何、今日何の企画ですかこれ。まあね、今実際来てますけど、本来はダメですよっていう、こういうの無茶しちゃいけないよっていう。着るやついねえと思う。夏でも厚着して暑さにならせようみたいな、いるじゃないですか。います。なんかたまにいたような気がするんですよね。で、実際まあもう脱ぎますね、暑いんで申し訳ないですけど。で、これ、まあ、暑さでは確かに慣れるかもしれないですけれども、めっちゃ汗かくじゃないですか。で、その分やっぱ水分も取んなきゃいけないし、で、それで水分取りすぎ、涼しい、確かに確かに水分取って、そして汗かいてとかで代謝も良くなるかもしれないですけど、まあ、熱中症のリスクが本当に上がると思うんですよ。なんで、こういった無茶な真似はちょっとね、毎年ここ最近ずっと夏暑いので、皆さん、ぜひそういうことは、やめてもらって、普通にね、こうやって、まあ、半袖とは言わなくてもいいですよ。別に長袖とかでもいいんですけれども、まあ、そういったしっかりとしてもらえればなと思います。で、ここで暑さで絶対やっちゃいけないことっていうのを、まあ、これ含めね、いくつかちょっと出していこうかなと思います。まあ、注意喚起の動画ですね。まあ、僕も正直、先週かな、家の用事でお墓参りに、行ってたんですけれども、その時に、僕、口熱中症かかりまして、もう頭痛ガンガンで、ちょっと体もやっぱだるいし、みたいな。この撮影日で1週間ぐらい前かな、まあ今日同様、かなり暑い天気で、お墓の木切ってたら、汗かいて止まんないみたいな感じだったんですけれども、まあお墓に行った時に、去年も見たな、それ。まあまあ、いや。お墓行った時に行って、自販がなかったんですよね。行く前に買っていかなかったんで、飲み物をまず飲まなかったんですよ。それが原因かなとは思うんですけれども、そういったところでちゃんと前もって野球やる前に飲み物を買っておくとかいうのはしっかりとやっておくべきじゃないかなと。まあ、本当に暑いのでね、取りすぎぐらいでもいいです、水分。他で言うと、まあ、アンダーシャツの着替えとかですね。やっぱずっとベタっとしてるものと着て、でそれで終わったからこのままにしてたりとか、まあずっとねプレー中も、そういう風にやってたりして、で、後で、それで冷えちゃって、それで風邪ひくとかっていうのも、夏十分あり得るんですよ。っていうのもあるので、本当に着替えもね、含めて、ちょっと夏荷物多くなっちゃうとは思うんですけれども。お母さん忘れてるこれ。お母さん。まあね、そういったところで、着替え飲み物っていうのは、しっかりと、皆さん持っていくように、してください。で、プラスであった方がいいよっていうのは、アミノ酸とかクエン酸とか、そういう系のものに関しては、僕もちょっとね、あんまり、そういうエネルギー系に関しては詳しくはないんですけれども、特にアミノ酸かな、筋繊維だとかっていうのも壊してくるんで、暑さとかで。で、そういった時の補充になる、っていうことを言っていたので、まあ、ちょっとね、ちょっとしたタブレットとかで全然大丈夫です。アミノ酸とか。めぇー！そういったところも、やってってもらえるといいんじゃないかなと思います。あー、気持ちいい。あー。ちょっと待って、やばい声出た今はいお借りします。アンダーシャツとかにこうやってかけてやると、まあ、接触冷感と同じような、おお冷てえ、ものになるので、ぜひねこういった、まあ、薬局とかで買えるので、のも取り入れていただいたりっていうのはありかなと思います。熱中症とか、まあ、熱射病、とかっていうのは本当に命の危機に関わることにはなってきますので、そういったところで、本当に、本当に何回も同じこと言うんですけれども、しっかりとね、ケアしていただいて、絶対に、まあ、それで、下手したら入院とかっていうのはもう嫌ですし、そこはまあ、しっかりと、やっていただければな、と思います。で、あとはこの後の対処法とかですよね、もしなっちゃった時とか、なっちゃった時とかっていうのも、プレイ中で、本当にきついってなったら、もう、速攻監督とか、他のメンバーに行って、すぐに休憩をさせてもらうようにしてください。きついと思ったらその時点で言う。まあね、うちのメンバーにも、やばいと思った時に言えないっていうメンバーがいますけれども、無理だったら無理って本当に言うのは、徹底していって自分の体守っていってほしいなと思います。はい。でね、ちょっと注意喚起だけじゃね、動画的にもあれなので、ちょっとね、夏に向けて買った僕の野球ギアを紹介していこうかなと思います。
はい、まず1個目、これヘアバンドですね。ちょっと最近髪を長くしてるので、あの帽子かぶった時に出ちゃうのが嫌なんですよ。前髪が垂れちゃったりとかで、汗も垂れてくるんですよ、これからの時期やっぱり。っていう点ではこのスラッカーさんのヘアバンドを新しく購入して、まあこれもね、暑さ対策じゃないですけど、リストバンド代わりにもなるので、さっきの熱中症対策にもつながるんじゃないかなと思います。でもう次はもう本当に熱中症とか暑さとか汗とか対策全く関係ないんですけども、まずこれ買いました。マックダビットのアームスリーブ、青色ですね。意外と青いアームスリーブって僕持ってなかったので、ちょっと購入してみました。はい、であと2つ購入したんで、これ一気にいこうかな。はい、これはですね、フィンガーサポーターと、こちらが守備手になります。はい、これなぜちょっと暑さに関係あるかっていう、この暑さの動画の中で一緒に紹介したかっていうと、夏ってやっぱ手めっちゃ汗かくじゃないですか。その時にグローブの皮をある意味守るため、まあ手は暑いですけれども守るために守備手を、する人が結構多く、素手派だよっていう人の方がもちろん多いは多いんですけれども、今度試してみようかなと思って、まず守備手ちょっと購入してみました。でこれ、フィンガーサポーターに関しては、まあここ当たるのが嫌だとか緩衝材としての役割を、するっていうものなんですけれども、これに関しても草野球人向けですけれども、逆に手が熱くて守備手嫌だけど使いたいっていう人はこっちなんですよ。まあどっちも暑さ汗っていう点では関わってくるので、まあ、どっちも水野さんですねっていうのを今度ちょっとやってみようかなと。僕はどっち派なのかとか、こういう人向けにはこっちの方がいいとか、こっちの方がいいとかっていうのはまたちょっと後日ね、いろいろ検証できたらなとは思います。はい、ということでね、新しく購入したこの3つに関しては全部青、そうです、夏爽やかに行きましょうよっていうことなので見た目からでもね、少しでも暑さを熱を減らしていければなと、今年の傭兵夏、まあ去年も青だったんですけれども、今年もちょっと青でいろいろと攻めていけたらなと思います。はい、ということで本日は暑さ対策、やっていいこと悪いことね、翔平さん、恐れ入ります。うわ、はい、戻りますけれども本編に、無理にね厚着して本当にそれで体調崩しちゃったりとか、熱中症ね、認知症病とかなっちゃったりっていうのも避けて通るべきだとは思いますので、まあ、無理しないで、今年の夏暑いので自分に余裕を持って行動していってもらいたいなと思います。もちろん僕ら自身も体調崩さないように余裕を持ってやっていこうと思います。はい、ということで本日は、注意喚起、暑さ、この年の暑さに対する注意喚起の、動画を撮らせていただきました。皆さんもね、なんか暑さ対策とかあれば、ぜひぜひコメント欄で、お待ちしております。はい、本日の動画は以上となります。チャンネル登録、コメント、グッドボタンよろしくお願いいたします。それでは、お会いしましょう。爽やかにいこう。チャンネル登録、コメント、高評価よろしくお願いします。それでは、ありがとうございます。翔平 TV 2022年版 T シャツ&スウェット販売。購入リンクは動画概要欄にあります。チェックよろしく。チャンネル登録1万人突破。皆さん本当にありがとうございます。2万人、3万人、4万人と頑張っていきますので、これからもよろしくお願いします。チャンネル登録は必須でお願いします。どうすか、見てんの、どうどう、良くない、いいじゃん、いいよ、夢中にした、綺麗な、綺麗になった、めっちゃいいじゃん、こう流すとやっぱいい、どう、良くない、まあ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 良くない、なんか爽やかだよね。